毎日3分スペイン語、スパニッシュノブ。オーラ、ミゴス、ミオス、皆さんこんにちは。スペイン語 YouTuber のノブシートです。毎日3分スペイン語、今日のテーマは接続法です。スペイン語には直接法と接続法という2つの言い方があります。今回は接続法を見ていきましょう。どんな時に使うのか。例えば、願望を表す時、可能性や感情、そして否定の命令文を表す時にも使えます。例を見ていきましょう。 Entonces empecemos。 まず一つ目、願望、何々できたらいいなという願望を表す表現です。例えば Espero que disfrutes de tus vacaciones。 Espero que disfrutes de tus vacaciones。 君がバカンスを楽しめるといいなという意味ですね。この願望の表現の時にはお祓という単語がとても相性がいいです。例えばお祓のジュエバマニアナ。お祓のジュエバマニアナ。明日は雨が降らないといいなという意味ですね。そして二つ目、可能性を表すときに使います。例えば、Es posible que él llegue tarde。Es posible que él llegue tarde。彼は遅れるかもしれないという意味ですね。可能性を表しているので接続法を使っています。そして三つ目、感情を表すとき。感情を表現するときに接続法を使います。例えば、Estoy muy contento de que estés feliz。Estoy muy contento de que estés feliz。君が幸せで私は嬉しいという意味ですね。私は嬉しいという感情を表しているので接続法を使っています。そして四つ目、否定の命令文。否定の命令文のときにも接続法を使います。例えば、No hagas ruido。No hagas ruido。うるさくしないでという命令文ですね。肯定の命令文の時には直接法でいいんですが、否定の命令文の時には接続法を使います。はい、いかがでしたでしょうか。見てきたように接続法は主観的なことを述べる時によく使います。例えば願望であったり可能性、感情、どれも主観的なことですよね。一方で直接法は客観的な事実を述べる時によく使います。客観的な事実です。なのでまずは接続法と直接法、この違いをざっくりとイメージで理解してもらって、細かいフレーズであったり型っていうものは後々覚えていけばいいのかなと思います。 Bueno, espero que les haya gustado este video。 こちらの動画を気に入ってもらえたら嬉しいです。そして気に入ってもらえたらいいね、チャンネル登録をお願いいたします。こういったスペイン語の動画を毎日毎日発信していきます。またここわからなかった、ここってこれで合ってますかなど、ご質問がありましたらぜひ下のコメント欄にお願いいたします。Entonces, amigos míos, hasta mañana!